1879年8月24日東京で誕生。父親の仕事の関係で転々とする。小学校の頃、オルガン奏者の先生が担任になる。そこで楽譜を教わり、音楽にのめり込む。東京芸術大学に15歳で入学。当時の童謡は歌詞が難しく、彼はもっとわかりやすい曲を書きたいと思うようになる。そして知人にわかりやすい話し言葉の歌詞を書いてもらい、自身はメロディーをつけました。1900年、荒城の月、花を発表。作詞の土井万水は、幕末の会津戦争の時の鶴ヶ城を思い出して書いたとされる。1901年、ドイツへ留学、ライプチヒ王立音楽院に通う。ブラームスの再来と呼ばれた。しかし結核のため、大分に帰る。1903年、帰らぬ人となりました。最後の作品、恨みは、恨むのではなく、遺憾の思いで作ったとされている。彼は誰？